はい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 。いおり様様ですよ、ほんまに今日は。いおり様様。マジで、安倍監督も言ってたけど、マジでいおりの姿勢とか、そういったところは、ほんまに野手も見習った方がいいんじゃないかなっていうふうに思うし、まあこれだけね、若い投手で、まあ打撃でも、ピッチングでも引っ張ってくれてっていう、この存在っていうのは、本当に大きいなというふうに僕思ってます。ってな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、先ほど終わりました、ベイスターズ対、ジャイアンツの徹底解説、試合解説の方をやっていきたいと思ってます。はい、結果なんですけども、まあ3対2、3対2でジャイアンツが勝ちました。よいしょ、よいしょ、よいしょ、というところですね。まあサムネイルもありましたし、僕の今の冒頭の言葉もそうでしたけども、やはり、いおりなんですよね。もう今日で言ったらもういおりのおかげで勝てたっていうところですわ。もうピッチングでもそうですし、まあバッティングでもね、もう非常にいいタイムで言ってくれましたし、もうね、本当に頼りがいがある、投手やな、という、選手やなというふうに僕思ってます。はい、まあ今日の一言メモなんですけどもね、こちらになります。もういおり投打に活躍と。で、まぁ、ちょっと余談にはなっちゃうんですけども、ちょっと審判がちょっと少し広かったなっていう感じは少しありました。まぁ、DeNA 打線って、まぁ、非常に打線ね、強いというように言われてますと。で、まぁ、今日ね、ジャイアンツで言うと、まぁ、1番、2番、まぁ、丸選手、佐々木選手がね、ちょっとまぁ、あんまり当たりがなかったりとかしましたけども、ちょっとね、まぁ、いより、ジャイアンツが守ってる時も、まあ多少ね、広いなって感じた時はありましたけども、まあやはり、ジャイアンツがバッティングでね、攻撃の時も、ちょっと審判広いんちゃうかって思ったことがあったんで、まあその、公平性というかね、どちらに対しても広かったんで、それに対しては良かったんだけど、やはりちょっとね、最近本当に特に思うのが、ちょっと審判の質が下がってるんちゃうかなみたいな感じで、下がってるのか、それか審判の高齢化が進んでね、ちょっとこう、見えにくくなってるのか、それはちょっとわからないですけど、ちょっと審判の癖っていうかね、ちょっとひどくなってきてるんじゃないかなっていうふうなところはね、ちょっと少し感じるところはあるんですよね。はい。で、まあ今日の試合、さらっと振り返っていくとね、まあ、4回表に大城さんがね、今日ファーストで出てまして、まあ、タイムリー打ちましたと。で、5回にはですね、宮崎選手ね、もういやらしいね、ほんまこんなんして、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 バーン打つし、ほんまもうどんな打ち方で打つねんっていつも思うんやけど、めちゃくちゃ打ちますよね。で、7回もですね、これ、ここですよね、ワンアウト二塁で、山崎選手。これね、フォーク連投してきてるんだけど、それうまく当ててね、これツーベース。これ素晴らしいよね、いよりね。で、9回表も、まあ、長野選手がね、ピンチヒッター、チャンスで出てきまして、1500安打を達成してね、もうすごいよと。1500本打ってんやで。すごない。僕なんか、1軍で1本もヒット打てずに、クビになってる選手もいるのに、1500本もヒット打てる選手もいるっていうところで、まあ、すごい大変なというふうに思います。はい、で、9回裏ですね、ワンアウト1、2塁からオースティンに、まあ、ヒット打たれまして、まあ、1点取られたけど、まあ、最後ね、なんとか、1点差でね、逃げ切りまして、まあ3対2で、ジャイアンツが勝利をしたというゲームになっております。はい、じゃあちょっと右側でね、僕が気になったところを見ていきたいなというふうに思ってます。まあ今日はですね、非常にまあ、浜口投手も、まあ浜口投手ちょっとこう、まあフォアボールとかちょっとありましたけども、まあいおりに関してはね、もう素晴らしいよね。もう見てて、ね、もうなんかスイッチいくよね。うん。マジで良かったですね。で、まあ2回裏ね、先頭の牧選手ね、まあサードゴロあったんですけども、今日、ファーストからサードに入ってる、岡本選手がね、それファインプレーするんですよね。素晴らしい。うん。新潟でね、エコスタでしょ確かね。僕もやったことありますし、何回もね、やったことありますけども、まあ非常に、人工芝で、ね、めちゃくちゃこう、使いやすいというか、なんて言うんだろう、いい球場なんでね、非常にこう、サードに入ってましたけども、非常にいい動き、足が動いたいい動きができたんじゃないかなっていうふうに思います。
で、4回表ね、これワンアウト1塁から大城選手が、まあこれ2塁打打つわけですけども、先制のタイムで打つわけですけども、まあヘルナンデスをストレートのフォアボールね、まあ警戒心もちょっとあったのかなというふうに思いますと。で、岡本選手の時もボールと来て、まあ6球連続ボールになってるんですよね、この時点で。なんですけども、まあ、そこから空振り三振をしてしまったというところで、ワンナウト一塁。で、そこで、大城選手の時もボールから入るんですよね。まあ、これ、このね、回なんか特に全員がボールから、入ってるっていうところがあるんで、打者からしたら非常に狙いやすいカウントになったんじゃないかなというふうに思います。で、2球目のスライダーを、まあ、いい形で打ててタイムリーというところなんですけど、やはりピッチャーはね、まあ、すごく難しいところであるんだけど、やっぱ初球は、基本はね、ストライクを取っていくっていうところを、まあやっぱりやっていかないと、打者のこう、打率っていうのはこう、グーンって上がっていきますからね。ストライク取るにしても、見逃しで取るのか、空振りで取るのか、それともファールで取るのかっていう、こう、三つ選択肢があるんでね。まあいろんな取り方ができると思うので、そこをね、全部が見逃しで取らなあかんとか、空振りで取らなあかんとかっていう風に思いすぎると、ピッチングってこう狭くなったりするんで、まあやっぱりいろんな取り方で取っていく。まずは初球を取るっていうところは、ね、今日いい折りはしっかりできてましたけども、浜口投手に関してはちょっとね、乱れた回とかもありましたんで、そういったところが、まあ結果的に差になってるんじゃないかなっていうふうに思います。でですね、次ですね、5回裏ですね。はい、この回ちょっとね、点取られた回なんですけども、まあ初めてこれ、先頭のね、牧選手にこれ、ヒット打たれるんですよね。これツーベース打たれると。で、大体皆さん覚えておいてもらいたいんですけど、大体こう、ノーヒットピッチングついてますと。めちゃくちゃいい感じで切れますと。で、例えば、今回みたいにね、5回にヒット打たれましたみたいな感じになったじゃないですか。そういう時って、大体ですけど、僕の、まあ、主観的な意見かもしれないけど、そういういいピッチングしてきて、打たれた回って結構点取られがちなんですよね。うん。で、この回もですね、初めてヒットを許して、で、ノーアウト二塁で、筒香選手をね、空振り三振、これは非常に良かった。で、ちょっとね、この、打席で思ったことがね、非常にね、右を意識してたというか、右打ちのサインが出てたんやろうな、というふうに思って、なんかその、筒香選手にね、右打ちのサインが出るんかっていうところで、非常になんかこう、なんて言うんだろう、感慨深いというか、まあ昔、日本にいた時はね、そんなのあんま見たことがなかったんですけど、まあ、いおりのね、すごい調子が良かったっていうのもあると思うし、その、まあね、メジャーを通して、年齢も経てね、っていうところでの、サインだったと思うんですけど、もう、完璧に右を狙いに来てたんだけど、それをしっかりフォークボールで三振取れたっていうところは、非常に良かったと思います。で、ここですよね。宮崎選手という、これが厄介なんですよね。この、筒香選手の後ろにいるっていうのが厄介ですよね。で、センター前ヒット打たれてタイムリー打たれちゃうと。でも、まあ、その、戸柱選手であったりとか、森選手をしっかり後続抑えてるっていうのはね、非常に素晴らしい、ところだと思います。で、これ6回までですね、はい、これヘルナンデスがツーベース打つんですよね。これも先ほど言ったようにボールから入ってツーボールになって3球目のストレートをヘルナンデスがカチンと打つわけです。やはりね、それだけ打撃技術の高いヘルナンデスに対してボールから入ってツーボールから行くっていうのはなかなか厳しいし、まあそれでね、同じストレートを3球続けてるっていうところでね、まあ割り切っていったと思うんですよ。うん。ストライクが入んないから。うん。だけど、やはりね、やっぱりいいバッター打つなっていう感じはしますよね。で、ノーアウト二塁で岡本選手のセンターフライ。で、大城選手のセンターフライ。吉川選手のレフトフライというところで、ノーアウト二塁から一つもランナー進まんし、一点も入らへんというところで、ああ、大丈夫かなっていう、こんな攻撃してたらちょっと危ないんちゃうかなっていうところはね、ここで感じてたんですよね、僕ね。はい、で、7回裏。これはね、ピンチをしのいだという回なんですけど、すいません、7回裏じゃない、6回表ね。6回表か。6回表で、ね、7回表か。はい、7回もでね、ここで、まあ、いおり投手がね、ヒットを打つわけですけども、まあ、先頭のね、岸田選手が、レフト前ヒット。まあ、この回から中川投手がね、上がってて、相手のね。で、門脇選手がバントね。ここも、すごく面白い作戦なんだと思いました。というのも、普通で言ったら、9番のピッチャーって打力が低いから、まあ、8番のバッターで、ヒッティングでね、なんとかこう、1、3塁を作って、っていう形が、まあ、セオリーだと思うんですけど、ここでまあ、門脇選手がなかなか打ててないという現状もあると思いますけども、そこでね、しっかりバントをしてね、ワンアウト二塁で、山崎伊織、投手をね、立たせるっていうところは非常にね、まあ、続く丸さんとかもいるんで、まあそうだと思うんですけども、それはすごく面白い采配だったと思いますと。で、ここでね、タイムリー打つんですけど、
やっぱり打席の中の姿勢ね、しっかりもう初球から振りに行ってるもんね。これ初球のストレートを振りに行ってファール。で、ストレートしっかり見極めてボール、ワンワン。で、フォークボール来て空振りするんですよね。空振りするんですよ、3球目ね。で、次もう1球フォーク来るんですよ。で、先ほど空振りしたボールを次は当てるんですよ。ファールにするんですよ。で、戸柱捕手がね、多分違うサインを出してたんだけど、このピッチャーの中川投手が首を振って、フォーク行ったんですよね。自信持ってフォーク投げたんですよ。だけどそれがね、一番甘くなって、打たれたというかね、山崎投手が打ったというところで、まあ普通で言ったらですね、まあその、ピッチャーに対してフォーク3球連投ってあんまりないんだけど、やっぱり野手張りのね、バッティングのね、技術があったりするんで、そういった配球になったと思うんだけど、やはり、ピッチャーの中川投手からしたら、ちょっとね、まあ、不用意な一球というか、まあ、キャッチャーの首をね、キャッチャーのサインに首を振ってまで、3球連続で、フォークをね、3球目投げたわけですから、そこはやっぱりしっかりストライクからボールになるワンバウンドをね、ショートバウンドを投げないといけないところを、やっぱ一番甘いフォークを投げてしまったっていうところは、まあ、その、警戒心が薄かったって言われても、ちょっと仕方のない、投球かなっていうふうに僕は思いました。で、この後はワンアウト二塁から、丸さんがショートゴロで、佐々木選手が、ショートフライかっていうところで、まあ、点は入らなかったというところで、もう一点欲しかったですよね。この後ね、山崎投手が打って、その後にもう一点追加できたらすごく面白かったんだけど、ここでね、ちょっとこう、調子のいい一番がなかなか打てなくて今日ね。で、二番の入った佐々木選手も打撃の内容が今日最悪なんでね、っていうところで点入らないというところですね。で、次7回裏かな。で、点取った後っていうのはやっぱしっかり抑えていかないといけないっていうところでね、オースティンに四球を出しちゃうんですよね。フォアボール出しちゃうんですよ。ちょっとやばいなっていう感じするんですよね、ここで。で、ここで、牧選手ね、先ほども、打たれてますと。うん、二塁打打たれてますというところで、しっかりね、横の揺さぶりというかね、カットボールやったり、シュート使いながら、最後シュートをね、投げて、詰まらしてね、セカンドゴロゲッツーというところで、ここはね、非常にでかかったよね。先頭フォアボール出して、確か初めてのフォアボールだったと思うんですけどね。で、そこで一番警戒しないといけない牧選手をしっかりゲッツー取れたっていうところは、今日のね、勝因じゃないかなっていうふうに思います。でですね、次ですね、ここです。8回表。はい、後半戦入ってきました。ピッチャー徳山投手に変わっておりまして、これね、まあ、大城選手がフォアボールで出ると、ツーアウトからね。で、ツーアウト中から吉川選手、の時に、まあ、ダイソーの増田大輝選手が出てきて、マスクが出てきてね。で、それでね、初球のストレートの時にスチールをしっかり決めるっていうところで、これね、まあ、足のスペシャリストだから、当たり前じゃないかっていうふうに思われるかもしれないけども、やっぱ当たり前じゃないんですよね。うん、やっぱりピッチャーの癖であったりとか、ピッチャーのクイックもそうだし、キャッチャーの肩であったりとか、そういったところも含めて、やっぱり一発目でスタートしっかりダイソーでね、出て、走るやろうって思われながらもしっかりそれを決めるっていうところが、やっぱプロフェッショナルだなというふうに思うし、ましてや球種がね、ストレートというところで、難しいことにはなってくるんだけど、そこをね、しっかりね、キャッチャーの送球もね、別にそこまで悪くないんだけど、そこをしっかり決めるっていうところは、素晴らしい待つ、働きだなというふうに思います。で、9回までね、これ、ワンアウトから、門脇選手がね、レフトへの二塁打打ちまして、で、もともと代打に、萩尾選手が、こう、ネクストで振ってたんだけど、ランナー二塁になった途端、後ろから長野さんが出てきて、長野さんを代打で送ると。この采配というのは素晴らしかったなというふうに思います。まあ、やはり、チャンスでね、ベテランというところは、まあ、配球なんかも冴えると思うし、やはりね、チャンス強いっていうところ、長野さんありますから、そこでね、萩尾選手ではなくて、長野さんを出したっていうところは、今日ここ采配っていうのは結構冴えてたんじゃないかなというふうに思います。で、チェンジアップ、ストライクになって、もう一球チェンジアップ来たんだけど、それをしっかりね、センター前に捉えたっていうところで、非常にね、素晴らしい、代打のね、この間もそうでしたけども、非常にいい働きしてるなって、長野さん思います。で、ですね、ここはそうですね。はい。で、最後9回裏ですね、バルドナードがピッチャー出まして、バルドナードのね、やっぱりね、ちょっと、唯一欠点があって、僕見ててね。初めての球場とかっていうところで、ちょっとね、あんまりこう、慣れてないというか、初めのベルーナドームもそうだったし、楽天の時もそうだったし、まあ、京都とかもそうだったんだけど、やっぱ、初めて行く球場とかで、ね、結構、対応できなかったことが結構多かったんで、多いんで、そこがね、ちょっと不安だったんですよ。で、まあ
ワンアウトから、じゃあ、ノーアウトか、先頭の桑原選手、ピンチヒッターの桑原選手にレフト前ヒット打たれると。で、山本選手は空振り三振取るも、ワンアウト一塁から渡辺選手にレフト前。で、ここですよね、ワンアウト一塁でオースティンのこれ、レフト前ね。で、ちょっと細かいとこかもしれないですけども、守備固めでレフトにね、しげのぶさん入ってたんですけど、それがちょっとね、ファンブルして、二三塁になるんですよね。こういう細かいとこだけど、やっぱしげのぶさんって守備固めで出ることとかって結構あるから、こういうちっちゃなミスって、やっぱりこう、評価につながってきたりとか、いろいろあるんでね。そこはね、しげさん、まあ珍しい。めちゃくちゃ僕もほとんど見たことないんだけど、エラーとかもね。だけど、ここでね、もしかしたら取ってたら、三塁に行かなかったかもしれない。もしかしたら行ってたかもしれないけど、でも行かなかったかもしれないんで、そこをね、やっぱりしっかり、ワンピースで行くというかね、取って、一発で返すっていうところが、やっぱりね、守備固めで入っている人はね、そこを評価されてると思うんで、そこは、しっかりしてもらいたいなというふうに思いました。で、ワンアウト二三塁、ここで、一番嫌なバッター、牧選手回ってきますと。で、あ、僕ここ打たれそうやなと思ったんですよ、正直ね。だけど、ここを、しっかりね、三振取れたっていうところ、まあ、ここでね、ギアチェンもしましたし、ストレートでボールになるんだけど、スライダー、ファール、スライダーか、ファールで最後チェンジアップでね、空振り三振取った。僕ここで正直、勝ったと思いました。うん。で、最後、筒香選手ね。まあ、レフトフライで打ち取ったんだけど、やはり今日の筒香選手の、まあ状態だとちょっとね、左対左なんか特に、難しいと思うし、とりあえず牧選手をここで抑えることができたら多分勝てるんじゃないかなっていうのを思って、案の定ね、牧選手を抑えて筒香選手も抑えれたんで、まあその非常に、ギリギリではあったんですけども、バルちゃんもね、よく頑張ってくれたんじゃないかなっていうふうに思います。はい、そんな感じですね。今日も冒頭でも言いましたけども、やはりイオリ様々というかね、もうイオリがいなければっていうところまでね、もう存在感というか、もう上がってきてますんで、まあ、戸郷投手とかもね、菅野投手とかも、まあ、いますけども、やはりね、その伊織っていうのは僕は本当にね、評価してるし、やっぱりセンスがあるというかね、昔言ったら桑田投手コーチ、じゃない、投手コーチじゃない、今、二軍監督みたいな感じでね、打っても、で、打ちもできるし、抑えるわ。で、遊び心のあるピッチング、スローカーブ投げたりとか、今日の渡来選手にね、フロントドアか、インサイドからのツーシーム投げていくわっていうところで、もうセンスの塊やなって、フィールディングもそうでしたし、見ててすごく安心するというか、ああ、いいピッチャーだなって、まあ、元気が強くて、ああ、僕も組んでみたいなっていう風にね、思うね、ピッチャーなんで、もしね、次、岸田とかと電話する機会やったら、いおりってどんな感じなのとか言って、ちょっと聞いてみようかなっていうふうに思います。はい、そんな感じでね、今日、まあ、今日は2戦かな、明日は移動日かなっていう、水曜日か、次は。じゃあ、木曜日かっていうところになりますけども、まあ、しっかり初戦取れたというところで、良かったと思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあ、バイバイ。